探偵物語。今あの男が待ち望んでいた、あの男が探偵となって帰ってきた。その男の名は松田優作。横山俊江さんのアパートまで行ったんですけども、その横山俊江さんが殺されちゃったの。本当？これが欲しいんでしょ。え？いいえ、ただあなたにお目にかかりたくて来たんですの。ご迷惑だった？とんでもない、嬉しいですよ。お待ちしてました。この秋君はしたたかなイメージを持って飛ぶこの男に激しい刺激を受ける。探偵物語、それは時代を先取りした者たちへの奔放なメッセージである。あの、逃げるときできるだけこう目立つようにしてよ。で、俺死んでもいいわけ？二人死ぬより一人の方がいいでしょ。絶対死なないからね。死なないからね。行くわよ。体で付き払ってもらうから。バッチリバッ、バッチリバッ、チリバッ。探偵物語、もうこれしかない。